おかんが癌で亡くなって6年になる。癌を見つけた時にはもう余命の宣告。父と相談の上、おかんには告知しなかった。騙し続けた。私はその時2番目の子供を妊娠中。大きい腹でおかんの病室に通った。ある日おかんが私の腹を撫でて、まだ見ぬ孫の名をつけて呼んだ。おかんの死後、ちょうど1ヶ月の日に娘は生まれた。母が呼んでくれた名前をつけた。すごく愛しそうに呼んでくれた名前だから、迷わなかった。母は夢に出てくることも姿を見せることもなかった。妹のところにも、私は、母を騙し続けたことにとても罪悪感を感じていた。たとえモルヒネが処方されて、お姉ちゃん、この薬は何？と聞かれても、ただの鎮痛剤じゃね？とか言ってごまかしてた。一日ずつ命が減っていく母に、それを悟られまいと必死で嘘ついてた。母は私を恨んでる。何の心の準備もできず亡くなったのは私のせいだ。父は母の闘病中から、娘より若い愛人を作って、母のことは全部私に任せていたので、余計責任を感じてた。私のところに出てこなくても当たり前だよな、そう思ってた。先週、娘がこう言った。ママ、私の名前はママのおばあちゃんがつけたんだよね。ああ、話したことあったかな、と思って、そうだよと答えた。私、この名前が好きって言ったら、おばあちゃんが嬉しいって言ってたよ。驚いた。いつおばあちゃんに会ったの？と、聞くと。いつもいるよ。ミルちゃんって白い猫さんとお庭とかに。ミルちゃんは母の死後すぐに死んだ。母の可愛がってた飼い猫。写真も家には残ってないし、娘が知るはずもない。思わず娘に聞いてしまった。おばあちゃんママのこと怒ってるでしょ。って、娘は。明日聞いてあげるね。って答えた。娘には見えるけど私に見えないのが何よりの証拠。娘のとこには出て、私のとこには夢にすら出ない。嬉しいけど悲しかった。でもその夜、夢を見た。おかんだった。実家の両親の部屋で生前座ってた椅子に座ってた。膝にはミルちゃん。夢の中で私は母に謝った。ごめん。騙しててごめん。号泣した。ごめんねー、お姉ちゃん辛かったよねー。お母さん怒ったりしてないよ。毎日病室でいろいろ笑わせてくれて、楽しかったよ。母が手を握ってくれた。あったかかった。一層泣けてきて、自分の泣き声で目が覚めた。起きても母の手の感触が、体温が手に残ってた。朝起きてきた娘が言った。おばあちゃん、ママとお話ししたんでしょ？おばあちゃんが言ってたよ。よかったねママ。今も娘は母が見えるらしいけど、私には見えないまま。でもそれでもいい。母がそばにいることが分かったから。もうすぐ母の命日が来る。お墓と仏壇掃除して、母が大好きだった作家の新刊でも備えてやろうと思う。